やっと来ましたね。はあ、待ちくたびれました。やはり私の先生術に間違いはありません。さあ、ついてきてください。飛び込み営業の占い師か？悪いけど、そういうのいいから。あなた、この世界の人間じゃありませんね。なんでわかったんだ？私が使うものこそ、ズバリ正真正銘の先生術だからです。他に質問がなければ、出発しましょう。面倒ですね。ゆっくり説明するので、ちゃんと聞いててくださいね。私はアストローギスト・モナ・メギストス。名前が長くて覚えにくいので、モナと呼んでください。私は先生術師。今は師匠の代わりに、ある箱を取り戻しにモンドへと向かっているところです。あれは師匠とその友人が、50年前に交わした約束。ただ師匠は年で、体も老いてしまったので、私が代わりに取りに行くことになりまして。箱を取り戻すって、オイラたちとは関係ないだろ？なんでオイラたちも一緒に行かなきゃいけないんだ？それは、ほら、箱を保管している人と勝負するためです。師匠とその友人は生涯をかけて神秘学について競い合ってきました。ですが、勝負がつかなかったそうなんです。だから今回、私が勝てたら師匠よりもすごいってことになるじゃないですか。何言ってるんですか。私はこれをきっかけに、自分の先生術の実力と地位を証明したいんです。ですが、私が占ってみたところ、師匠の友人は現在モンドにいないみたいなのです。今きっと私のように、その継承者も自分の師匠より優れていることでしょう。決して油断はできません。今回の勝負は何が何でも勝ちたいと、いろいろ考えた結果、あなたのことを思い出したのです。師匠から受け継いだ知識は代々伝承していかなければなりません。もし向こうの継承者に会うとき、私が弟子を連れて行ったら、それだけで一歩リードできているじゃありませんか。それにあなたはモンドの英雄、肩書きとしては申し分なしです。だから本当の弟子じゃなくて、弟子のふりをしてくれればいいんですよ。それに私と一緒に箱を取り戻すことは、あなたにとってもメリットがあるんです。向こうの継承者に会ったら、知識の交流をすることになります。そしたら、あなたの運命がよりはっきり見えるようになるかもしれません。今まではっきりと見えなかったことが見えるようになるなんてこともあります。例えば、神や家族のこと、その答えが見つかるかもしれませんよ。確かに国を一つずつ探していく手間が省けるぞ。それこそ賢い選択です。では参りましょう。でも、ここを出る前にちょっと寄りたいところがあるんです。 Fala pessoal, de boa? Continuando aqui a nossa gameplay do Genshin Impact e também começando a missão lendária da Mona, beleza? E aí sim, depois disso a gente dá continuidade à história do game. Então, vamos lá!宿屋を開くなんて、人気が出ないのも当然だな。モナさん、ちょうどいいところに来てくれました。ここへ来る途中、玉石の指輪を見ませんでしたか？玉石の指輪ですか？見てないですね。どうしよう、私の大事な指輪がスライムに飲み込まれてしまったんです。あれは母がくれたものなのに。あ、モナがいるし心配いらないだろ。彼女の先生術なら。ダメですよ。先生術は真実を洞察して運命を見通すための由緒ある知識。
むやみやたらと使うようなものじゃありません。でもここの店主には世話になったんだろ。これはプライド、つまり心の問題です。先制術ならどんな問題でも解決できると思っていたら、先制術師はいずれ星空に見捨てられてしまいます。結果、占いは未来を導く力を失い、二度と名門を見通せなくなります。だからこの心情を曲げることは決してできません。そんなすごい能力を持っていて金儲けに使わないなんてもったいないな。はあ、協力してくれたらお礼に2万モラを用意していたんですが。2万ですか？いえ、何でもありませんよ。ただこうも簡単に2万モラが手に入るなんて、指輪を拾った人はラッキーだなと思っただけです。ごほん、それはそうですが、でも店主が汗水垂らして稼いだお金を出してまで探したい指輪です。きっと何か特別な思い入れがあるのでしょう。このまま放っておくのもよくありませんね。探してあげましょう。先生術を使わなくともきっと方法があるはずです。モナの考えがなんとなく読めてきたぞ。この件はあなたに任せます。これは師匠から弟子への最初の任務です。スライムに飲み込まれたっていうなら、元素の餌で周りのスライムを誘い出してみるか。覚えてるか、ディルックの旦那のとこで生成した元素の餌。実はちょっとくすねておいたんだ。相棒として頼もしいだろう。何か策があるみたいですね。おう、すぐ戻るから待っとけ。Já deu pra reparar que a Mona, ela tem um leve problema com dinheiro, né? Beleza. Então, vamos lá invocar os slimes pra entrarmos em combate. Bom, estamos usando aqui o item local. E agora a gente tem esses slimes aqui pra enfrentar. E a gente também vai encontrar o anel. Bem simples, né? É, agora já complica um pouco, né? Onde o fogo ali não leva dano da Klee. Beleza. Eita, temos mais, hein? De gelo é de boa. E aí dá pra usar a Klee bem direitinho. E aí é bem mais rápido. Beleza. こないかと思いました。よく見つけました。なかなかやりますね。店主、大事なものはちゃんと保管しておいてくださいね。今度なくしたらまた見つけられるとは限りませんから。気をつけます。母からもらったこの253個目の指輪をなくしていたら、どんな顔して母に会えばいいか分かりませんでしたよ。あ、どうやら誤解させてしまったようですね。うちは玉石鉱山を3つ所有しているんです。いいお嫁さんをもらえるよう、母が玉石のアクセサリーを家宝としてたくさん用意してくれて、全部で500点ぐらいですかね。じゃあどうしてこんなところで宿屋を開いてるんですか。若い頃に家業を継いでしまったゆえ、こう退屈な思いをしてましたので、とりあえず感謝しています。これが約束のモラです。どうかお受け取りください。じゃあ遠慮なくいただきましょう。苦労したのはオイラたちなのに。弟子は弟子らしくするのです。師匠から手柄を横取りしちゃいけません。
そうだそうだ、今から練習しておかないとモンドについてすぐバレてしまうかもしれないじゃないですか。向こうの継承者はきっと私と同じように賢いでしょうから。今なんか大きな音がしなかったか。ああ、そういえばモナさん、ここ2日何も食べてませんでしたよね。お金が。うわあ、うるさいうるさい、そんなことありません、放っておいてください。ふむ、今回弟子のあなたが頑張ってくれたおかげで解決しましたから、このお金で弟子をいたわってあげましょう。ここから北に行くと防御旅館という場所があります。そこの食事はかなり美味とのことです。そこでお食事にしましょう。おっと、礼ならいりませんよ、これは師匠として当然のことですから。ご飯をおごってくれるって、オイラの聞き間違いじゃないよな。早く行こうぜ、おいしいものが食べられるぞ。Completamos mais uma parte da missão e foi comprovado que a Mona ela não tem um leve, ela tem um grande problema com dinheiro aqui no game. Bom, ela nos convidou para comer alguma coisa, então vamos começar aqui, né? E aceitamos o convite dela. Mona no ogori nara, nani o chumon shite mo ii yo na? Mochiron, shishou wa kimai ga ii desu kara ne.でも食べ物を残すのは絶対ダメですよ。ご注文は何になさいますか。丸々と肥えたエビをサクサクに揚げたポテトで巻きつけた料理です。不思議な食感を楽しめますよ。名前の通り松茸で作ったアワビもどきの料理です。でもその味わいは本物のアワビにだって負けません。豆腐という食材は極めて普通ですが、カニ味噌との相性は抜群です。この料理はうちの看板メニューの一つですよ。うちの常連さんたち一押しのメニューです。タケノコと獣肉とハムをじっくりと煮込むことでギュッと濃厚な出汁を味わえます。ご飯にかけるといくらでも箸が進みますよ。全部？私たち3、いや 2.5 人ですよ。頼みすぎです。オイラの数え方がおかしいぞ。それにオイラの注文がまだだ。揚げ魚の甘酢あんかけとジョージョージー、あと真珠翡翠白玉スープ。かしこまりました。そちらのお客様はお決まりですか。ちなみになんですが、さっきの注文全部でいくらですか。そうですね、2万モラくらいでしょうか。ってことは、そうめんをください。そうめんですね、かしこまりました。おかけになってお待ちください。不思議に思ったんだけど、お金がないからか。聞こえてますよ、おごるって言ったじゃないですか。モラが理由なわけありません。先星術師は星空の研究に専念する存在、属性のものに邪魔されては判断に迷いが生じてしまいます。特にモラで欲望を満たすなんてことは最も低俗な、忌避すべき行為です。オイラたちが注文した料理に手をつけないのも先星術師のプライドだからか。理解できない。でもオイラたちだけ贅沢するのも気が引けるよな。お、そうだ、その手があった。ここで少し待っててくれ。モラで欲望を満たせないなら、つまり購入しなきゃいいんだよな。支配人に厨房を貸してもらえないか聞いてみようぜ。Bom,
Precisamos fazer aí uma comida para Mona, então vamos perguntar lá para o dono aqui do albergue se a gente pode utilizar a cozinha para fazer este prato para ela. あら、どうしましたか？厨房を貸してほしいんだ。なるほど。それなら大丈夫ですよ。食材さえ用意していただければ自由に使っていただいて構いません。見たところお客さん料理の腕に自信がおありですね。さすがですね。実は一つアドバイスがありまして、お客さんの服装からして他国の方ですよね。せっかくリーウェイに来たんですから、リーウェイの料理に挑戦してみませんか？ここにユエサイの定番料理、黄金ガニのレシピがあります。カニに小麦粉をつけて揚げ終わったら生姜やニンニクと一緒に炒めれば完成です。盛り付けたカニはまるで黄金の上で寝ているかのように見えます。Muito bom! A gente também ganhou uma nova receita. Isso é bem interessante porque são coisas que podemos utilizar futuramente. As poções realmente nos ajudam bastante, tá? Nos combates. É uma poção de defesa, ó, bem legal da equipe ali por 300 segundos. Então, sensacional, né? É interessante a gente fazendo todas as missões por causa disso. E no receber essas receitas aqui ajuda bastante no avanço do game, mesmo que a gente não esteja tão forte assim em algumas áreas do game. 私のことは気にしないでください。そもそも食欲そんなにないですし、ほんのちょっとだけお腹空いてますけど、全然平気なんですから。この香りは、こんな贅沢なトッピングがあるなんて。わかりました。弟子が私のために頑張ってくれたのです。麦にはできません。すっごく美味しいです。ここ最近食べた料理の中で一番美味しいですよ、これ。そのご飯、まさかここまで料理が上手だったとは。師匠として鼻が高いです。リーウェ料理の美味しさはさすがというべきですね。そう考えると値が張るのもうなずけます。ええ、何でもありません。何でもありませんよ。お腹もいっぱいになったことですし、そろそろ出発しましょう。ここから北に行けば石門に着きます。そのまま進めばモンドの国境です。一体どれほどの深い知識が私たちを待っているのでしょうか。今から楽しみですね。E bom, pessoal, vou finalizando essa primeira parte aqui na missão da Mona. No próximo vídeo a gente finaliza, beleza?